電源三種問題解説の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は過渡現象の問題ということで、平成23年度理論科目の問いの10について解説をしたいと思います。内容を確認していくと、まず2種類の直流電源、2E という大きさの電源と E という大きさの電源、2種類の直流電源と抵抗 R、R オームの抵抗、これ同じ大きさですね。これが2つ。それと静電容量 C ファラットのコンデンサー、およびスイッチ S からなる回路があると。条件としてまず、スイッチ S を丸1側に閉じて回路が定常状態に達した後、これを丸1側ですね。このように閉じております。定常状態に達した後に時刻 t イコール0でスイッチ S を丸1側から丸2側に切り替えたと。切り替えた以降のコンデンサーから流れる電流 I の時間変化を示す図として正しいものを選びなさいということであります。まずこのような過渡現象の問題は、あるこう決まったですね、時間軸、この問題の場合は t イコール0ですね。t イコール0の時間軸での初期値、それと時間が十分経った後、便宜上で言うと、十分大きな時間が経った後、つまり定常状態になった後ですね。定常状態に達した後、その2つの状態の電流値を確認する必要があります。それではまずこの時刻 t イコール0の状態を確認していきましょう。この t イコール0の、g イコール0の状態というか直前ですね。直前はどのような状態かというと、ポイントは定常状態に達した後と言っております。これはどういうことかというと、はじめ S がこちら側に倒れている状態で、この C が完全に充電された後ということです。 C が完全に充電されると、これはどのような状態になるかというと、この丸一側に倒れているとき、この C はこの 2E の電源で充電されます。完全に充電されると C のこの両端の電圧は、上がプラスの、下がマイナスの状態で電圧の大きさは 2E です。これで充電されます。そしてこの時、回路には電流は流れません。なぜなら、定常状態ではこの電源の大きさとこの C の電源の大きさが等しくなって、向きは当然逆ですから打ち消し合います。ですのでこの抵抗の両端には電圧はかかっていない状態になります。ですので電流は流れません。そしてその状態からスイッチ S を2側に倒したということです。では倒した瞬間の透過回路を見ていきましょう。これが倒した瞬間の透過回路です。コンデンサーは上がプラス、下がマイナスで 2E の大きさで電圧で充電されています。抵抗の下の電源も上がプラス、下がマイナスの状態で大きさは E です。そういたしますと、抵抗にはどのような電圧がかかっているかというと、抵抗の下はプラスの E、上はプラスの 2E ということで、抵抗には上がプラス、下がマイナスの状態で大きさが E の電圧がかかっております。ですので倒した瞬間の初期値 I イコール0というのは、これは R 分の E です。これがまず最大のポイントです。そしてこの状態から十分時間が経った、つまり定常状態になるとどうなるかというと、このようになります。ちなみに定常状態はどういう状態かっていうと、ここに電流が流れなくなる状態です。どうしたら流れなくなるのかというと、この電源の大きさとコンデンサーの電圧の大きさが等しくなったとき、このとき抵抗には電流が流れなくなりますので、これが最終的な定常状態と言えます。ではこの電流の変化式はどのように書けるかというと、この変化式は初期値が R 分の E、 そしてスモール E、 これはネイピア数ですね、 2.18 で、マイナスの CR 分の 1T と表されます。つまり I は掛け合いますと、
R 分の E という大きさで、自然数の CR 分の T 乗になっていくと。CR 分の T 分の1ですね。はじめ T イコール0を入れますと、この部分はどうなるかというと、E の0乗分の1というのはこれは1になりますので、ですのでこの R 分の E が効いてくると。そして T に、まあ、十分大きいという意味で無限大を入れてやりますと、どうなるかというと、R 分の E かける無限大分の1と。で、これは0になりますんで、これが0ということになるわけであります。これをグラフで書くと、このようなグラフですね。初期値は R 分の E からキューンとこのように小さくなっていくというような状態です。で、最終的には0に収束していくということになります。これが加藤現象の基本的な、グラフであります。このことはご理解いただけましたでしょうか。ちなみにこの CR 分の 1t のこの CR ですね。この CR。この CR というのを、これを自定数と言います。この自定数というのは、関連する問題の時に改めて解説したいと思います。まず今回は、このコンデンサーから放電される電流のグラフ、これを把握していただきたいと思います。もう一度ポイントをお話ししますと、このような加藤現象の問題は、まず t イコール0の時の初期値を確認する。そして t が十分大きくなった時、つまり定常状態になった時の値を把握すると。これがポイントです。今回はコンデンサについて問題を解説していきましたけども、リアクトルについての問題も今後出てまいります。その時には改めて解説していきたいと思います。この問題は、この等価回路、どのような状態、t イコール0がどのような状態、そして定常状態になった後どうなるか、これを等価回路が書けるかというのがまず一つのポイントです。慣れるまではかなり難しいと思いますが、加藤現象の問題というのはかなりの確率で出題されます。ぜひ繰り返し学習してポイントを押さえていただければと思います。今回の解説はここまでとなります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。